鶏もも肉に塩コショウで下味をつけて小麦粉をまぶしておきます。玉ねぎは火の通りを早くするため薄めにスライスしていきます。フライパンにオリーブオイルをひいて中火で玉ねぎから炒めていきます。玉ねぎがしんなりしたら玉ねぎを端に寄せて空いたスペースにオリーブオイルをひいて鶏もも肉を皮目から焼いていきます。皮目に焼き目がついたらひっくり返してトマト缶と水を入れて沸かし味付けをしていきます。ニンニクは匂わない程度に旨味を出すために入れます。全体を混ぜ合わせて蓋をして5分弱火で煮ます。5分経ったら蓋を開けてスープジャーへ移し粉パセリと粉チーズを振って完成です。白ご飯は弁当箱に入れて持っていきトマト煮をかけながら食べます。トマトの酸味とチーズのまろやかさが美味しい一品です。玉ねぎは火の通りを早くするために薄めにスライスしていきます。鶏もも肉に塩コショウで下味をつけて小麦粉をまぶしておきます。鶏もも肉を皮目から入れて端に寄せておきます。そのまま空いたスペースに玉ねぎとしめじを入れて炒めていきます。少ししんなりしたら玉ねぎとしめじのところへバターを入れて絡めながらさらに炒めていきます。皮目が焼けたら返します。牛乳にとろみをつけるため小麦粉を振って玉ねぎに絡めます。牛乳を入れ沸かしてコンソメで味付けをして混ぜます。全体を混ぜたら蓋をして弱火で5分煮ます。5分後、火を止めてクリームチーズを入れます。使っているチーズはキリのクリームチーズです。
最後にブラックペッパーを入れて塩で味の調整をして完成です。ドリアのような味わいでシチューにご飯をかけるのが好きな方なら美味しいと感じていただけると思います。フライパンにごま油を引いて生姜を小口切りにして入れ、生姜の香りが出るまで弱火で炒めていきます。生姜の香りが出たら火を消して豚バラを炒めていきます。豚バラにある程度火が通ったらきのこを入れていきます。えのきは食感のいいブラウンえのきを使いました。あとは冷蔵庫に放しておいたきのこです。きのこが少し強まってきたら水を入れて、水が沸いたらアクを取り、アクを取ったら味付けをしていきます。片栗粉でとろみをつけます。切るまで持たせるため、固めにとろみをつけます。とろみがついたら、火を止めて水を入れます。水菜を混ぜ合わせたら、スープジャーエツして完成です。水菜のほのかな苦みがいいアクセントになり、きのこの旨みが美味しいぶっかけご飯です。